勝負は下りの一本。麓まで降りたところで道路は3回橋を渡る。最後の橋を渡り切った地点がゴールだ。お前が先行で俺が後を追う。ゴール地点まで俺に抜かせずに逃げ切ればお前の勝ち、抜けば俺の勝ち。それでいいな。けどそれだと不公平な条件だと言いたいなら、それは俺に対する侮辱だ。このイロハ坂は俺の地元だってことを忘れるな。そのくらいのハンデをやらないと勝負にならないってことだ。言いたいことがあるなら終わってから聞いてやる。始めるぞ。イロハ坂の下りはまるでジムカーナのコースに急勾配をつけたようなもんだからな。どんな奴が来てもここでは京一にかなわない。ジムカーナで鍛えたテクニックを持つ京一は低速コーナーの鉄人なんだ。少しは速くなっているな。ターボとは違うメカチューン独特の加速の伸びだ。だがいくらチューニングしたところで所詮は86、こっちは350馬力だ。高回転型のエンジンだな。小賢しい。その程度の細工で俺のミスファイアリングシステムに対抗できると思っているのか。どんな車が来ようと俺はここでは負けられない。赤嶺亮介がそうであるように、ここでは俺がエンペラーだ。狙った獲物は逃さねえ。ぴったり食いついてくる。友が行けるだけ行くしかない。もうすぐこの勾配も終わる。86もそこで失速だ。俺のカウンターアタックからは絶対に逃げられない。このコース最大の落とし穴は、嫌というほど続く超低速セクションに慣れきった感覚がすぐには高速サイドに対応できないことなんだ。熟練した走り屋ほどこのトラップにはまる。それはテクニックとは別な人間の本能的な感覚だからだ。高速サイドへ一発で切り替えられる奴はいない。たった一人の例外を除いては、赤城の白い彗星高橋涼介、あいつだけは。橋、もうすぐゴールなのか。一つ目の橋、急勾配セクションはこれで終わる。ここからは本物のパワーが必要なんだ。見せてやるぜ、須藤恭一流勝利の方程式を。二つ目、足の上からカタパルトのように打ち出される高速コーナーの右。低速セクションに鳴らされた感覚には心臓が飛び出すほど恐ろしい。
視覚的な錯覚で道路が狭まり外へは寄せきれない。鼻面さえちょいとねじ込んでしまえばこの勝負もらった。三つ目の橋、橋の上でインとアウトが入れ替わる。俺にとってはいつも通りのフィニッシュだ。並んだ時点で何もかも終わっている。逃げた。行くか。行け。何、バカが CT か。オーバースピードだ。曲がれっこね。曲がる。曲がってくれ。俺の86。行けるか。今日のバトルは3つ目の橋に入る切り返しの左が全てだった。普通の86ならあそこは曲がれない。というよりも普通の神経ならあんな突っ込みはしない。確信はあったのか。俺見えてくるんですよ。あの時も自分の車の外側のタイヤがこれから通っていくラインがはっきりと見えて、ギリギリを通せると思ったからブレーキを抜いてそのまま。うまく説明できないけど、俺いつもそうなんです。見えた時はいけるんです。そうか。不思議な車だな。それは誰にでも乗れる車じゃないが、認めてやる。いい車だ。そうですか。俺の負けだ。機会があったらまた会おう。めちゃめちゃ嬉しいけど勝てた気はしないな。引き分けだろうな、公平に見て。